それではゾンビ U の続きやっていきたいと思います。前回はキーピックを使ってゲートを開けたところまでやったんですよね。まあゲートを開けたところまでしかやってないっていうのは正しいんだけど、アイテムを回収をちょっとだけしてすごすごと帰ってきましたが、今回はその先へと進みたいと思います。そしてどうやらかつての生存者がこの隠れ家の近くにいるみたいなので、ちょっと倒していきましょう。あ、その前にそろそろ武器のアップグレードしておこうかな。メディパック、ウェポンはホルスターに2個装備しておいた方がいいかな。でもそうするとメディパックはすぐ使えなくなっちゃうんだけど、やはり回復よりも攻撃力を優先するべきかすごく悩みますね。どうしようかな。まあよし、じゃあまあとりあえずワークベンチで。今はカービン銃と拳銃、ハンドガンですね、2種類持ってるんだけど、どっちを強化していくべきか。とりあえず取り回しが良さそうなハンドガンかな。火力、今火力が77あるところが88にパワーアップ、11しか増えてないけど、これで結構変わるのかな。発射速度、発射速度は0.3 秒に1発から0.24 秒に1発撃てるようになる。秒間4発ぐらいを撃てるってことか。そっか、発射速度 0.3 秒に1発撃てれば十分な気がするけど、どうだろう。しっかり狙って撃てればいいんだけどな。これは発射速度が遅い武器にやるべきかな。よし、とりあえず火力はいいでしょ。1個ずつしかできない。じゃあ OK。 さらに火力、あれ、あ、これこのゲームってアップグレードって1段階しかないんだ。2回目火力上げようと思ったらもう緑色になってて増やせないっぽいです。あー、なるほど。じゃあ何段階も改造できるのかなと思ったら、そうでもないんだったらどんどんやった方がいいですよね。じゃあカービン銃は 1.87 秒から 1.55 秒に短縮。どうなのかな、 0.32 秒だけ速くなってるけど、結構長かったからな、時弾を撃つまでが。廃墟モーションがあるんで速度上げといた方がいいかな。で、火力も上げる。火力は134から160、ハンドガン2発分ぐらいのダメージ。そう言われると大したことないような感じがするけど、まあやっておきましょう。決定、 OK。 ハンドガンの火力とカービンの火力と発射速度を改造しました。よし、じゃあ早速ゾンビ狩りに行きましょう。1体だけだよね。 OK。 それと忘れちゃいけないのがこれですね、プッシュ。ほい、よし、これでゾンビを突き飛ばしてこう距離を空けてから撃つと、それポイントかな。ちょっとそれをすっかり忘れてて、接近されちゃってから撃とうとしてたからなかなか当たらなかったんで、これからうまく使っていきたいかな。あと1回2回3回4回、スタミナがなくなってくるとすごい画面が揺れるな。はあはあ言ってる。突き飛ばす力もだんだん弱くなってくるはずだから、突き飛ばせるのは 3,4 回が限度っぽいな。そして回復しきるまでだいたい4秒近くかかるっぽい。気をつけないと。よし、かつての生存者が1体だけっていう限りはないだろうから気をつけていきましょう。ほい、オッケー。1体だけだな。カービン銃も鍛えていかないといけない。よし、さあかかってこい。ゾンビ化した生存者、アイテムなしだって。あー、しょうがないな。
でも放っておくわけにはいかない。お、よし、カービンに切り替えて、もう一発。あら、ずいぶん硬いですね。威力160に上げたのに、あそこからこんなに体力あるの結構きついな。リロード、もう一回リロードキャンセルできちゃうんだ。残り弾はもう11発しかないですね。かなりやばい。うん、やっぱりヘッドショット基本かな。あ、そして早速プッシュを忘れてましたね。これ近づいてドーンと押さなきゃいけないから怖いです。あっと、一応隠れが閉じておこう。はい、よし、じゃあ出かけましょう。ここからが本番。クリケットバットに切り替えてビクトリア記念碑へと行きましょう。ふう、さあこれからね、どうやらプレッパーさんの支援も受けられないところに行くみたいなので、もう戦々恐々ですね。一応今までゾンビが来るぞとかそう教えてくれることもあったんだけど、今度はプレッパーさんが全く頼れないということなので、かなりビビリプレイでいきたいと思います。おお、毎回このマンホールから出た瞬間怖いんだけど。よし、開ける。前回はあそこの扉を開けたんですよね。そしてカードキーが必要なところが多すぎると。ほい、ライトを消して、大丈夫かな。ゾンビの数が固定だったらいいんだけど、どんどん復活してくるから。おっと、怪しい処理落ちが。よし、生きてここまで来れたどんどんハードルが下がっていくな。メッセージがあるぞ。どうやらコンテナの中にゾンビが隠れてるぞみたいなことを書いてあるのかな。背後チェックも忘れない。ない、このエリアは散々こうゾンビがどこからか湧いてくるという現象に見舞われてるから、念には念を入れた方がいいな。一応チェック、前回警備兵がここら辺から出てきたんだな。お、どうやら扉を開けてきたみたいだ。いや、開けたのは私だっけ。どうやってきたんだ。じゃあやっぱ、ほい、そろそろ出てきてもおかしくないんじゃね。動物か。ほい、よし、
こっちの方にはゾンビがいないから先に進みましょう。開けます。お邪魔します。よし、チェック。 OK、 ここからすぐ逃げられるようにしとかないとな。このコンテナがめちゃくちゃ怪しいけど、ふう、アイテム発見。ほい、どうせ出てくるんでしょ。来ない。あ、発射速度アップグレード。なんだ、よし、オッケー。いやー助かったマンホールっていうか地下水道に入る前からこのビビりっぷりですからね。私はね、内心ホラーゲームいっぱいやってますけど、すっごく小心者なのでいつもビクビクしながらやってるんですが、何？何？ちょっとやめてくださいませんかね。ここに来ると絶対デーンって音が鳴るの。いないよな周りに。ちょっとシェルターに入って、オッケー、改造。ふう、まったく。よし、ハンドガンの連射速度を改造。よし、じゃあ行こう。ここに来るまでにもうすでに十何分かかっちゃってる。そしていよいよ地下水道か。行きたくないな。ほい、おっと、いるじゃん、声が聞こえるぞかといって降りないわけにいかないってやつ。どうしようかな。周りが見えないね。怖ー。目の前にいるっぽい判定があるんですけど。どうなの？距離的にはわずか50センチぐらいなんだけど。よくわかんないな。あ、こちら側か。チェックはできないけど、戦うしかないっぽいな。よし、ふう、はあはあ、はあはあ言うよそりゃ。略奪アイテムないのか。ここは全く見えないな。
ゾンビも暗闇だとこっちがわからないってことはないのかな。ないだろうな。ゾンビの方がはるかに優秀な目と耳を持ってそう。おお、これは明かりなしにはいけない。あー、いるわ。あ、しかもここ勝手に閉まってるのかよ。もうそろーり前方やや左寄りにいますね。だいたい6、7メートルぐらいの距離で、あ、あそこだね。よし。お、音を立てて気づかれるってことはできるだろうか。おっと、ほい、もう一回。よし。ほい、もう一発。よし、ハンドガンに切り替えて。ふう、なかなかプッシュを使う機会がないな。お、栄養ドリンクゲット。おっと、怪しげなものがそこに。え、気づかれたっぽい。あ、前から来る。結構遠距離から寄ってきちゃうんですね。ほい、硬いな。女性型のゾンビだけど。よし、あ、ハンドガンの発砲の音で気づかれたのか。なるほど。おっと、リロードしておいて。あと、こいつだな。よし。お、カービィの弾を一発だけゲット。ふう、ちょっと休憩。よし。どこにいるんだ？動物か。ほい。こういうところにアイテムはあるかな？ないか。オッケー。動物さっさとどっか行ってくんないかな。ん？しょうがない。あの動物ちょっと動かしましょう。オッケー。さあ行くぞ。勇気を奮い立たせて、このいかにも何かありそうな場所に。これってこの水を、水の中にゾンビが潜んでたりとかするわけ。よし、
ゆっくり。お、あっと、めっちゃ反応がある。一体ゾンビは確認できるけど、何これ、バッグが濡れないようにやってるってことか。どうしようかな。うわー、反応が6つぐらいある。きたー。どうなるかな。あ、普通に来るんだ。よし、距離を十分離して。よし、ほい。おっと、振りがやばいな。もう一回。はい、早い。よーし。レベルアップ。ふう。ゾンビとの対決がすごくしんどくなってきた。なんでしょうね。回が進むにつれてゲームオーバーというか、ゾンビになってしまうのがかなり怖くなってきますね。生存へのなんていうの、執着が生まれてきたんでしょうか。レベル上がったけど、特に何か数字では変わらないんだな。よし、じゃあ行こう。お、そういえば略奪ない。ここアイテムが使えなくなるっていうのはかなりきついな。なんでこれまだ上にバッグ持ってるんだ。この主人公頭悪すぎる。もう上になんかないでしょ。くそー、ここ行かなきゃなんないのか。ごめんなさい、ちょっと引き返す。怖い。よーし。そしてちょっと上から様子を見たいんです。ふう。ここ飛び降りたらダメージ受けるとかないよね。お、こういうの関係ないよな。くそ、こういう時に生存者のメッセージがあると嬉しいんだけど。こっちか。結局飛び降りるのか。ジャンプはできないからな、仕方がない。ほい。おお、だいぶ音が響いてバレバレになりそう。よし、さあ来い。あ、ここ深いのか。なるほど。あまりにも深いからそうしたのか。動物、上に動物がいて下の反応かと思いきや。
ふう。お、明らかに一箇所だけ反応がおかしい。お、先制攻撃チャンス。でーん。ふう。よし。ちなみにカービン銃の弾はもう予備弾がないので、あと8発だけです。火力を上げた甲斐があったのかな。正直言うとヘッドショット一発でくたばってくれないとかなりやばいんですけど。よし、チェック。いや何もないな。いや実を言うとアイテムがあっても絶対何か敵出てくるでしょうとか疑っちゃうから、アイテムがないならないでいいんだけど。お、二手に分かれてるぞ。そろそろマンホールないかな。ちょっと早いですかね。おーっと、反応あり。前方真正面だな。うん、カービィの弾を一発ゲット。一発だけか、赤字ですね。この裏側かな。お、反応が消えた。なことなかった。そろーり、え、位置的にはこの目の前。え、なんかいるっぽい。ふう、ネズミだった。拾う。え、ちょっと思いもかけず2体同時にやっつけたっぽい。ん？まだ反応がある。上？上見たら上からゾンビがポトーって落っこってくるとか。困ったぞ。何が困ったかというと、胴体探知機に反応すると非常に困るんですよね。これかな？反応してるの。いや、この真下にいるんだな。きっと薄い壁で下の方に敵がいるんでしょう。敵というか動物の可能性は高いです。よし、じゃあ進路方向が向こう側なので戻ってもう一つのルートに行ってみましょう。物資やゾンビが潜んでるかも。くぐる？おっと、あー、さっきの謎判定が邪魔をしてソナーが役に立たないな。いや一応視覚情報ではわかるんだけど、音も大切ですからね。さあ行こう。怖ほい。あー、なんか出てくるかも。ほっ、え、出る？ちょっとどこでしょう。そういえばこういうエリアの切り替えってゾンビは追ってこれるもんなのかな。あっと、カメラハブ発見。これは嬉しいと思ったら反応しないぞ。これは嫌な予感がする。
カメラがあるだけじゃダメなのかな。これはハンドガンに切り替えて、よし、くぐるか。おっとっと、普通にささっとくぐれちゃうってことはゾンビもそういう判定なのかな。へえ、開けた場所ってどうなの。さっきのカメラなぜチェックできないんだろう。カメラハブっていうのはまた別なのかな。いい、おっと反応あり。ここ真正面ですね。ちょっと視認できないかな。気をつけよう。おっ、カエルの鳴き声かな。わからない、ゾンビなのかもわかんない。反応はないな。ゆっくり行こう。いるかな？見えないね。おっと、増えた。よし、3体もいるぞ。プレッパーパッドが反応して、おっと動物か。動物、金属製の入れ物にアイテムあり。ここ気になるな。何かいるっぽいけどちょっと遠い。あ、怪しげな場所に来ちゃったけど。ん？よし、チェック。ここは？ネズミの死体でした。ここには扉の判定があるけど、おい、茂み。あ、ここあの地下水道とつながってるんだ。よし、そしてあれはどうやらカラスだったらしい。ああ、ほっとした。なんだ、ゾンビいないのか。お、メッセージがあるぞ。おっとっと、ここ降りて大丈夫か。オッケーかな。メッセージ見てみよう。お、おお、どうやら入れるところっぽいですね。こっちには信用するなのマーク。ここの缶抜きを外すことでショートカットができるのか。よし、じゃあ帰ろう。あー、オッケー。本当言うとこの辺りのカメラハブを見つけたいんだけど、どうもわからないな。
よーし。さささ、帰るときはあっという間に帰ろう。ふう。いててて。ふう。抜け道を使う。帰ります。もうやばい。ちょっとゾンビと戦っただけなのにもう疲労困憊ですよ。ダメだな、このゲームちょっと向いてないかも。いやー、もっとねバンバン死ねるゲームで遊びたい。死ねないからね。よし、あ、いる。くそ、これ無視できないかな。とりあえずセーブ。ゾンビがいるとできないかな。おお、危険すぎて眠れませんだって。じゃあ最後の一仕事といくか。カービン銃でリロード。よし、弾一発しか増えてない。いたぞ。アイテムない。ほい。おっと、またボタンを間違えた。よし、オッケー。カービンでとどめ。おお、ちゃんと V 破壊もあるんだ。いや、頭が壊れるんだから手足ぐらい余裕でしょうけど。ふう、もういないかな。最近アイテム持ってない生存者、かつての生存者が多いな。まあ1ポイント経験値もらえたからよしとしましょう。帰ろう。あー、素晴らしき引きこもり生活に戻ろう。そこには武器とか弾とかアイテムをしまっておける。持ち運べるものには限りがあるからな。そこに物資を用意しておけば出かける前に選んで持っていける。うん、木の板どうしようかな。1個ぐらい持ってった方がいいのかな。難しいな。よし、オッケー。栄養ドリンクをちょっとだけ取り出しました。そしてハンドガン、いや、クリケットバットかに直して、オッケー。じゃあセーブ。今回どこまで行きましたっけ。確か地下水道に降りてちょっと迂回してショートカットルートを作って終わりですよね。全然進んでないな。いやー、もう牛歩戦術ですね。しかもこうやって戻ったり行ったり来たりすればするほどゾンビが復活して追い詰められていくってことでもあるのかな。なるほど、それは気づかなかったな。へえ、じゃあ物資がかなりヤバくなるまでは隠れ家に戻らない方がいいのかな。あー、そういうゲームなのか。わかりました。じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。